施設にね、うん、芸人さんが最近いろいろ行ってるんですよ。その言ったら全くそういうの関係なしに前から行ってらっしゃる方もいるし、うん、別に普通にね、老人の方が別に施設でなんかねいらっしゃるからちょっと楽しませに行こうかぐらいな感じの芸人もいっぱいいたりとかでいろいろ聞くんですよ、うん、で勝山がね行ってるんですよね、勝山が、うん、ムーディー勝山が。でも言うたらおじいちゃんおばあちゃんってそのイグジットとかミキとか、うん、和牛とか、うん、そんなどうでもいいんですよ。レクレーションの時間を笑いたいとか、はい、楽しみたい、うん、だからね、まあ、もちろん、ね、いらっしゃるわけで、あとまあレクレーションの時間やから来たとか、うんうんうん、ただねもう勝山君やっぱもうねもうやっぱもう芸歴もありますし、いやもうそれはもうベテランですよ。じゃあ最後に私の歌を、うん、おう出た、聞いていただきましょう。 おじいちゃんおばあちゃんたちよく分かってないですから。あーそっか、ムーディー勝山なんだね、どことは知らないけど、知らないけども、のチャラチャチャチャラチャチャラチャチャチャラチャっていくんですよ。もうそうね、やっぱそうなればね、ほなもうおじいちゃんおばあちゃん、あもうなんか始まった歌謡祭がみたいなって、ね、右から右から何かが来てるって言うじゃないですか、うん、おじいちゃんおばあちゃん全員右向くんですよ。いや嘘やん、こまち知らんから みんなねそこで働いてらっしゃる方が何もないですよって言って、いやいや勝山さん歌ってらっしゃいますからって言ってみんなその笑うみたいな、みんなのみんなのシレットみたいな、右から何かが来てますよって言ってって思われて来てるって言ったらもうみんながこうなって、何が来てんやろうって、そうそう、でみんながいや来てない来てないよって言ってみんながこうわーっとなるみたいな、すごい幸せなね。いや面白いやん、うん、いや見たいなと、うん、あいいね、情報が入ってくるんですよ。あいいね、いいでしょ、だから俺素敵なことやってるなと思って、うん、で中にはそのあの歌ってしっかり聴くとメロディーもちゃんとしてるじゃないですか、うん、ね、もう賛美歌聴いてるおばあちゃんみたいなのがおるらしいよ、右からの歌を、まあ、おじいちゃんおばあちゃんはね、うん、そういうところおるとね、笑いとかの、うん、うところは俺らは分かるやん、探せるし、うん、もうおじいちゃんおばあちゃん純粋に何が来てはるんやろ。いやそういう何が来てはるんやろ、いや孫、まあ、世代やろ言うたら言うていいかつなもんだけど、まあ、ありがとうの気持ちも込めてもね、うん、素直に聞いてあげる、それを左へ受け流すって何がって思いながら、まあまあ、思いながらもう何の歌やろうとは思ってるやろ、私が知らんだけなんかなっていうことで、もこの話はすごい分かるでしょ、うん、その全く知らないところでおじいちゃんおばあちゃんそれを歌われたらね、何かが来てるって言ったら、まあ、まあもちろん、それはなんかもちろん、もちろん、もちろん、いやもちろんよ、そうこれをねちょっとね話したかったですよ。だからすごいね、芸人さんはやっぱりこう施設に行ってね楽しい時間を過ごすのもいいなっていうね、みんなで笑い共有して、うん、素敵なことやってるなと思いながら、うん。